物の部への今黒は、飛鳥時代の貴族、聖和連。日本書記によれば、最明天皇4年11月3日、天皇の行行中に、有馬の王子は、蘇我赤江に勧められ、共に謀反を起こす相談をした。二日後に二人がさらに密議を行っていたところ、京膝が自然に壊れた。これに相を感じ、二人は共に誓い合って、この桑立てを取りやめることにした。 だが赤江はその夜、宮造る邸で、巫女の修行の邸宅を取り囲み、一方で天皇のもとへ密告の早馬を走らせた。以上のようにして、有馬の巫女の変が発覚した。この時、赤江の命で駅府を率いたのが、マグロであった。ただし、マグロらしき人物は史上にこれ以前にも登場する。高徳天皇の大化元年9月の個人体系巫女の変の際に、 ミコの共謀者として名前が挙がっているモノノベへの石井子は実はマグロのことではないかとする説がある。シーコは歴史的仮名遣いで記すと C の実となりマグロととても近い表記と音になる。仮に同一人物であるとすると有力なミコによる政権転覆陰謀事件に二度も関わった人物であったということになる。ありがとうございます。